はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、白金レオです。今回なんですけど、モバイル版でシーズン3に新たに追加されると噂のアッシュとレブラントについて解説していこうと思います。まあ、アッシュとレブラントですね。まあ、これがアッシュっていうキャラクターですね。で、レブラントに関してはモバイル版でもね、一時期実装されていたので、まあ、知ってるプレイヤー意外と多いんじゃないかなって思うんですが、まあ、そのね、キャラクターアッシュとレブラント、どういう利点があるのか、どういうデメリットがあるのかっていうところもね、軽く踏まえて解説していくので、ぜひぜひ最後まで見ていってください。では、解説始めていきます。では、今回はね、項目に分けて解説していきます。まず一つ目。アッシュのアビリティとか、まあ、アッシュについて、二つ目、レブナントについて、で、最後に、モバイル版と PC 版、圧倒的違い何なのか、改めてね、解説していこうと思います。皆さんね、意外と PC 版やったことないプレイヤーも多いと思うんですよ。なので、PC 版の環境を見てみて、今までのね、モバイル版バニホとかね、すごいなんかキャラコンも早いですよね。まあ、そっちと果たしてどっちがいいんだろうかなっていうのをね、それぞれちょっとね、コメントに書いてくれると嬉しいなっていうふうに思うんで、ぜひぜひ最後までね、見ていってください。では、始めていきます。はい、ではまずアッシュの基本的なアビリティ解説します。パッシブアビリティ死の烙印かな。アッシュのマップには直近に発見したデスボックスの位置が表示されている。デスボックスで H を押すと生存しているアタッカーをマークすることができる。これどういうことかっていうと、例えば敵パーティー3人いましたと、でそのうちの1人がデスボックスになっていると、そのデスボックスの近くで H ボタンっていうね、ボタンを押すと敵パーティーの位置が表示されるよってことです。なので人数が少ないパーティーの位置が割れるっていうことですね。で、これもし敵パーティーが全滅してたらどういう風になるかっていうと、そもそも表示されませんよっていう感じのパッシブアビリティです。次に戦術アビリティ、アークスネア。回転するスネアを投げると最初に近づいてきた敵にダメージを与え拘束することができる。まあこれなんかアークスターでスローかかるじゃないですか。あれよりはそんなに強くはないんですが、ある程度スローかかりますよっていうアビリティですね。しかもダメージも入るという範囲攻撃型のアビリティです。はい、次、アルティメットアビリティはフェーズティア。狙った場所に一方通行のポータルを開く。これどういうことかっていうと、レイスのポータルって一方通行じゃなくて双方通行、まあね、両方ね、行き来できるじゃないですか。アッシュのポータルは行き来できません、一方通行です。ただメリットとしてはレイスのポータルは自分で引きに行かなきゃいけないですよね。ただアッシュは高所ポジに狙いを済ましてピュンってね、剣を振りかざすとその場所にポータル引いてくれるよっていうものになっております。ではね、解説始めていきます。はい、まあね、解説するといっても主に解説するのはアビリティとアルティメットになってしまうんですが、アビリティはね、こんな感じに、まず手裏剣を構えます。はい、手裏剣くるくるくるってかっこいいですね。これめっちゃかっこいいよね。これやりたいですよね。で、見て、これまっすぐ進んでくれる手裏剣です。はい、で敵に狙います。狙いすますって投げると、こういう風に二重ダメージと、ね、ビリビリっていう枠が出て拘束されます。で、今見てもらった通りそんなに効果時間長くないですよね。ただこれはグレネードと合わせるとかなり強力なアビリティになるんで、皆さんぜひぜひ使ってみてください。まあ、家中に攻めるときとかはかなり有効なアビリティなので、まあね、ダメージ的にも20ダメージって意外とでかいんでね、20ダメージ与えると200の体力が180になるってことね。いつもよりも 1,2 発ね、少なく敵を倒すことができるってことですね。はい、青アーマーの敵は白アーマーになって、紫アーマーの敵は青アーマーになるよっていう、ね、感じですね。はい、で次、まあ、このアルティメットアビリティが結構ね、くせ者ので、はい、こんな感じに剣、今見えるかな、剣持つと位置が表示されますね。ここに引くよーっていうので、これ意外とどこでも引けるんですよね。ああいうね、これ手前のこう上とかも引けるから、高所ポジに対してアクセスしやすいっていう感じですね。ただ、距離があってこういう高すぎるところとかはいけないので、ここら辺かな、最高最大こことか、ね、このぐらいの距離しかいけないので、かなりね、使いどころ難しいアビリティです。ミスると、まあ、このポータルを敷く場所をミスると一気に戦況変わってしまう。逆に成功するとそれも戦況変わってしまうというねかなり難しいです。レースと比べても難易度がね、高いキャラクターなんじゃないかなっていうふうに思います。で、このキャラクターなんですけど、まあ、最大の特徴ね、このフェーズティアを使ってラッシュを仕掛けることですね。例えば漁夫に行きたい、でもちょっと距離足りないっていう時、やっぱりレースとかパスファインダー、オクタンで行くと少し時間かかるじゃないですか。ただアッシュは一瞬で行くことができます。早いですね。で、敵がここで戦ってたら漁夫に行けるっていうことですね。はい、これがアッシュの魅力です。ただ戻ることはできませんよっていうね、感じですね。はい、で、このフェーズティアなんですけど、レイスほど繋がってる時間長くないです。10秒ぐらいで消えちゃうので、まあ戻ることはほぼできないですね。まあ、そもそも戻れないので戻ることはできないです。はい、それがね、要注意な部分ですね。はい、ではアッシュの解説ね、このぐらいにしておきます。では次にね、レブナントに関して移っていきます。
はい、ではね、レブナントの解説に移っていこうと思います。はい、じゃあレブナントもね、アビリティ見ていきましょう。パッシブストーカー。しゃがんだ状態での移動速度が速くなり、より高い壁を登ることができる。はい、次、戦術アビリティ、サイレンス。敵にダメージを与え、一時的にアビリティを無効にするデバイスを投げる。アルティメットアビリティ、デストーテム。プレイヤーを死から保護するトーテムを設置する。キルやダウンを回避する代わりに、トーテムに引き戻される。またデスプロテクションが発動中はアーマーが無効になる。そしてこのデスプロテクションは壊れます。はい、敵の射撃によって壊すことができますというアビリティですね。はい、ではね、実際に見ていきましょう。まあ分かりやすいように最初ね、しゃがみ速度どんぐらい速いのかバンガロールを使って説明していこうと思います。はい、バンガロールのしゃがみこんな感じに、めちゃくちゃ遅いですよね。はい、じゃあ次レブナント見せていきます。はい、レブナントのしゃがみ速度見ていきましょう。はい、めちゃくちゃ速いですね。で、これ一つね、ものすごく面白い部分があって、それが何かっていうと、モバイル版って、しゃがみじって足音マーカー出ないですよね。足音マーカー。立ってこうやって走ってるとき足音マーカー出るけど、しゃがみじって足音マーカー出ないよね。なので、モバイル版、レブナントめちゃくちゃ猛威振るう可能性があります。はい。それがね、すごい個人的には楽しみですね。はい。どうなっていくか。もうかなりね、PC 版とも環境が違うので、そこら辺がどう作用するかが個人的にはすごい楽しみです。では次移っていきます。戦術アビリティですね。はい、戦術アビリティね。サイレンス。で、このサイレンス何なのかっていうと、敵のアビリティを封印するっていう感じですね。で、そして一応ダメージも与えてくれます。こんな感じにレブナントが、ね、左手構えてボールをね、発射する構えております。先ほどの足と違って、一応投げはするんですけど、そんなに距離届かないよっていう感じですね。アッシュは直進してくる。で、レブナントは放物線ですね。はい。放物線上に飛んでいくって感じです。では、一回投げてみましょう。こんな感じに赤い弾が表示されてますね。ここを敵が通ってもダメです。通るとダメージ受けます。で、ダメージを受けた瞬間から敵のアビリティ、アルティメットアビリティが封印されます。なので、レイスがポータルを敷いてる最中にこれを食らうと、ポータルは使えなくなります。やばいですよね。はい。で、パスファインダーも、よし、逃げようと思ってグラップルを切ろうとしても、アビリティが使えません。ジムもドームを避けません。なのでね、非常に強力なアビリティとなっています。ただ、これ、一つ難しいところがあって、当てるのがすごい難しいです。はい。そんなに速いわけじゃないんでね。で、この当たる距離にいるときに、こう、射撃よりもこっちを優先してしまうと、ちょっとね、撃つのが難しくなっちゃうので、そこら辺もね、少しレブナントの難しい部分ですね。はい。ただ、アビリティとしては非常にね、奥が深いアビリティなので、レイスの耐久ポータルとかも無効にできる可能性がありますので、ぜひぜひね、皆さんね、楽しんでみてください、アビリティも。では、アルティメットアビリティ解説していきます。はい。で、レブナントのアルティメットアビリティは、デストーテムと呼ばれるね、まあ一時的にね、不死身の肉体を得れるよっていうことですね。まあ不死身の肉体っていうか、このデストーテムをね、設置すると、こういう風に、トーテムが出てきます。で、このトーテムの前で、まあ接続ボタンを押すと、右下にデスプロテクションって書いてありますよね。これがデストーテムの効果です。で、このデストーテムなんですけど、結構ね、ちょっと癖が強くて、これ、この状態で死んだらどうなるかっていうと、体力50残った状態で帰っていきます。もう一個投げよう。はい。わかるかな？左下の体力削れてるね。なので、まあ、総ヘルス量、これを使えば総ヘルス量が約50アップするよっていうものですね。で、これなんですけど、モバイル版でどういう感じに作用してくるかっていうと、レブオクっていうのが昔流行ってたんですよ、PC でも。レブオクって何なのかっていうと、レブナントのデストーテムを置いて、オクタンのジャンプパッドで詰めていくっていうものですね。例えば家中にね、このデストーテムを設置すればかなり安全ですよね。はい。なので、デストーテムを家中に設置して、オクタのジャンプパッドを使って詰めていく。もしくは、こう敵にパーティーが戦ってる時に、魚振りに行く時にデストーテムを使って攻めていくっていう戦法がかなり流行っていたんですよ。はい。で、これモバイル版できたらかなり極悪だなっていう感じなんですよね。で、ここで繋がってくるのが、最初に話した3ですね。モバイルと PC の違いについてね、これから話していくんですけど、まあね、モバイルと PC の違い、まあ皆さんいろいろとね、気づいてるところもあると思うんですが、このデストーテム来た瞬間、もしかしたらモバイルやばいかもしれないです。マジでやばいかもしれない。で、今から PC とモバイルの違いをね、ちゃんとね、改めて解説していくので、最後まで見ていってください。はい、ではね、PC とモバイル最大の違いについて、スライディングジャンプの移動速度ですね、まずね。はい。もう PC ってこんなもんしか飛べないんですよ。こんなもんしか。で、モバイルってこっからもう一回あるじゃないですか。でも PC はここからもう一回やっても逆に移動速度遅いんですよ。なので、一回一回ジャンプして、
ジャンプしてっていう感じにするのが一番早い移動方法なんですよね。ただモバイルはちょっと違いますよね。スライディングジャンプを2回しないと速くないですよね。まあ、2回した方が速いですよね。で、加えてバニホと呼ばれるテクニックがありますね、モバイル版の。PC 版のバニホはこれです。ちょっとミスっちゃったけど。PC 版のバニホ。これなんですよ。わかりますかね。で、この状態で打ち合っても、はっきり言って PC 版強くないです。ただ、モバイル版は、まあ、この状態で打ち合うのが、今ね、かなりメタになってますよね。ぴょんぴょん飛びながら打つとか、ジャンプ打ちとか。まあね、加えてジャンプ打ちもね、説明していきましょう。今のはバニホンに関してでしたね。次、ジャンプ打ち、課題2つ目ですね。課題1つ目がバニホンについて。で、課題2つ目がジャンプ打ちについて。モバイル版、この距離、ジャンプ打ちしたらどうなりますか？かなり集団しますね。ほぼ全弾当たるよね。PC 版どうなるか。こんな感じです。ほぼ集団しないんですよ。ジャンプすると。これ僕のエイムがちょっと悪いのもあるんですが、モバイルほどは集団しない。まあ、この距離でもなんならモバイル大丈夫ね。わかるかな？ばらけてんの。で、ジャンプもかなり遅いよね。ジャンプも遅いよね。はい。これが PC なんですよ。で、最初の方ね、多分モバイルから Apex 始めた人は、やっぱり何のことかわけわからんってなったと思うんですよ。で、今回ね、PC で、こう、改めてね、こんな感じのジャンプ打ちとね、バニホンを見て、まあ、実際どういう風に思うのかなっていうのをね、ちょっと素直にコメント欄で書いてほしいなっていうのが、今回の動画の目的ではあります。まあ、実際どう思ってるのかって、まあ、結構、大きい部分だと思うんですよね。こう嫌なのか、まあ、ちょっと寄せてほしいのか、もしくは今まで通りに、ね、突き進んでほしいのかっていう部分ですね。ただ課題としては今まで通りで突き進んじゃったら間違いなくこうシーズン3でね追加されると噂されてるレブナントですね。レブナントがめちゃくちゃ猛威を振ることになります。はい。それを踏まえてね、いろいろちょっとねコメントで書いてくれれば嬉しいなって思います。というわけで今回の動画は以上です。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。シーズン3もね、バンバン動画出していくんでよろしくお願いします。バイバーイ。